枝豆の味枝豆ピスタチオって枝豆ですか？違うよ。私も欲しいと思いまして、メアリさんに聞いたところこれがいいということで私も買いました。今日はアメリです。ココアです。今日はメアココでお散歩に行きたいと思います。はい、今日はどこに行くんですか？コスメを見に行きます。イエイ。でも暑いね。そう、めちゃめちゃ暑い。これからどうなっていくのでしょうか？はいお天気はみたいな。お天気は、今日のお天気は今日のお天気は、はい、では楽しみにしててください。行ってきます。バイバイ。今裏道通ってます。通ってます。メアリー頭からなんか熱を発生してるらしい。あ、わかる。おでこ、ここら辺から発生してるんですよ。私今ドラッグストアに着いたのでお買い物してきます。それ買ってきます。後で紹介するね。うん、後でね。今買い終わりました。はい、すごい迷ったね。めちゃめちゃ1時間ぐらいいたんじゃないかってぐらい、うん、いっぱいあったので待っててくださいませ。待って、あ、映っちゃった。目の前に羊がいるんだけど。どこどこ、本当だ、びっくりした。なんかいなかった。これあれかな、ティッシュ、郵便ボックス。そういうこと。ティッシュ、ティッシュ。めっちゃ美味しい、これピスタチオ。あ、よかった。美味しいよね枝豆の味枝豆え、ピスタチオって枝豆ですか？違うよ。枝豆マジで本当にあのおしゃれなもの食べれなすぎて、一般家庭のものしか食べれないバニラとか定番のものしか食べれない。ピスタチオめっちゃ美味しい。近所にお参りに行ってこようと思います。イエお参りが終わったので、はい、みこはに戻って買ったものを紹介します。あと昼ご飯食べます、ね、バイバイ。今帰ってきました。帰ってきました。いっぱい歩いたね。はい、ね、今の時刻は12時でお昼の時間なので、はい、昼ご飯を食べたいと思います。イエーイ。とっても美味しい。お客さんの窓ですね。おー、でもめっちゃいい匂いする。なんかケチャップよ。ポテチです、こちら。こちらポテチ。あ、美味しい。めちゃめちゃ、ちょっとなんかさ、あれだよね、思うことあるんだけどさ、うん、もっと最新なことしてさ、うん、あの匂いとか伝わるさ、カメラとか。確かに、確かに。これ、メインのハンビージ。HBG。HB。あ、美味しそう。わ、本当だ。ね。すごっ。めちゃめちゃやばい。いただきます。やった。ポテトめちゃめちゃ好きなんだよね。どっちでも行く派。うん、うまい。いただきます。いただきます。いけるかな、これ。うん、あれつけた、お肉。なんか炭の味はする、うん、焼き鳥みたい。うん、うん、そうそうそう、おいしい。初めてなんでしょ、これ。何にラム肉。うん、おいしい。うん、え、見て、肉汁やばい、うん、やばい。あなた、ここに焼き鳥ついてる。はーい、はーい。さっきのドラッグストア5階の範囲で
購入してきました。はい、それを紹介します。イエーイ。はい、このマイナスサンドのボディーシートを買いました。これはマジで夏にないと本当に私は生きていけないぐらいめちゃめちゃ好きなやつで、なんて言うんだろう、なんかいい匂いもするし、そのつけた瞬間めちゃめちゃ涼しくなるんですね。これ汗拭きシートなんですけど、めちゃめちゃこれおすすめです。買って損はないよっていう商品です。はい、セザンヌパールグローハイライト01番、これさ結構有名だよね、うん、皆様持っておりまして、私も欲しいと思いまして、メアリさんに聞いたところこれがいいということで私も買いました。で、はい、次セザンヌナチュラルチーク、ね、はい、こちらはなんか最近あのオレンジメイクが自分に似合うことに気づき始めてきて、うん、で今日はそんなオレンジではないんですけど、ちょっとオレンジブラウンかなみたいなで、あのチーク持ってなかったんで買いました。これめちゃめちゃ安かったよね、うん、360円ぐらい、いやすっごい安かった、めちゃめちゃ安い。じゃん、眉毛言うことなくない眉毛何ですか、全然なくならないらしいです。眉毛がなくならない、うん、液がなくならない、だそうで長持ちするらしいです、はい、賞味期限まで頑張って使います。賞味期限、消費期限、うん、キャンメイクのパウダーチークスの PW めちゃめちゃ適当44番、ちょっとコーラルオレンジっぽい深みなんて分かんないけど、こんな色を買いました。これはフジコ08番のタヒチオレンジ、なんか水のアイシャドウみたいなので、なんか前から気になってたんですけど、これ新色らしくてオレンジだから夏っぽいかなと思って買いました。であとはこれはキャンメイクのジェルライナー、クリーミータッチライナーの02番のミディアムブラウンなんですけど、これはすごいよく前にいつも使ってて、なくなったので買いました。すごい細くて柔らかくて落ちにくくてすごい使いやすいです。あれ、ありがとうございます。泣いた、どっか行った、ごめん、持参、あ、そういうことやってみるっていうね。そうですよ、もう私つける気満々ですね。鏡も持ってきますか。大丈夫です。一緒にここで使いますか、はい、本当ですか嘘をついてます。めっちゃブラシふわふわめちゃめちゃいいね、やっぱり、うん、あ、いい感じですね、いい感じ、いい感じだ、グッとグッと、一緒にチーク塗ろう、チーク塗る、チークってでも難しくない、色の場合めっちゃ濃くつけてしまうしかもさ、これすごい自由だ楽しい、あ、それやってみてよ、勉強のメイクで合う、めっちゃ可愛いオレンジです。今日の感想どうぞ。なんか散歩したり、コスメ見たり、あのジェラート食べたり、ハンバーガー食べたり、すごい全部美味しくて楽しくて、たくさん歩いて暑かったけど、暑かったね、でも本当に暑かった、ね、でもめちゃめちゃ楽しかった、ね、楽しかったです。幸せでした、楽しかったです、めちゃめちゃ美味しいもの食べれて、美味しいもの買えたからせーの、この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。バイバーイ。おすすめ動画も見てね。ぜひあのおすすめのね、ドラッグストアのコスメとかあったら教えてほしいなって思います、はい、終わりました今日紹介したやつもぜひ参考にしていただければ、お揃いにしましょう、買ってね、買ってね、バイバーイ。